千春は日本の作曲家、音楽教育者、教育芸術者の創業者、静岡県浜松市出身。音楽教育に力を入れ、多くの音楽教科書の著述編集を務めたことで知られる。また、各地の学校で校歌の作曲を多く手がけている。浜松市で生まれ、中学からは東京に移り住んだ。旧性私立に中では、複雑であり、 高橋義隆と同期。作曲を志し、1935年に東京音楽学校の気楽部バイオリン科に入り、安藤幸子、ウィリー・フライに指示した。また加害で、クラウス・プリングス・ハイムに作曲を学び、1937年本科、卒業後は研究科に進んで、新次清に半年間作曲を学ぶ。また1938年には、 諸井三郎に1年間支持した。1937年第6回毎日音楽コンクールに応募した助曲が第3位入選。翌年の第7回は公共曲の第一楽章が第1位入選した。1940年日本放送協会募集期限2600年記念館演楽局には公共組曲春園が第一席入選し、 1942年には、ビクター主催第1回還元楽検証に、翌夜が予選通過。1943年、東方映画主催映画音楽コンクールには、公共組曲、熱風が第1位入選するなど、戦時中、多方面で活動した。戦後は教育活動が主となったが、1970年代に、再び大規模な還元楽曲に手を染め、チェコを中心に、 海外でも紹介され、ズデニエクコシュラー式、チェコフィルハーモニー管弦楽団による録音もある。戦後は弟、はじめと共に教育芸術者を起こして、音楽教育に携わった。元、教育芸術者社長の市川明氏は、年春の子。作曲家の鹿屋美代子は孫。かっこ内は作者。ありがとうございます。